はい、そうですね、ゲームはまあ24時間寝ている時以外は常にやっていますね。はい、ちょっと忙しいんですいません。はい、そうですね、今やってるのは漫画家デビュー物語って言って、あの DS で、まあ、漫画が描けるよっていうのお気に入りのゲームですね。はい、ちょっと忙しいんで、こっち忙しいんでね、すいません。何言ってるんですか、俺がゲーム上手くないわけないでしょ、普通に考えて。そういうインタビューじゃないですよね今日。はい、本当にその辺は勘弁してください本当に。そうですね、スプラトゥーン結構やってますね。多分漫画家物語の次にスプラトゥーン多くやってるんじゃないかなと。はい、ちょっとこっち忙しいんでね、ちょ漫画家デビュー忙しいんですいません。はい、そうですね、まあスプラトゥーンもまあ上手いっちゃ上手いですよね、俺ぐらいのレベルになると。はい、まあそうですよね、まあもうそれ当たり前のこと聞かないでもらっても大丈夫ですか、失礼します。本当にカチンときた、カチンときた。今何て言いました、俺が弱い、そんなわけないじゃないですか。いいですよ、じゃあやっちゃいますか。デスなんてしなくても余裕ですよ、デスしたら即終了でいいですよ。じゃあ今日の動画、はい、全然もう何時間かかるか分かんないですけど大丈夫ですか。本当にあんまり調子乗ってっと右乳首引っかく、ちょっとプルプルさせんなって、にょ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 、ちょっとすいません、まいったまいった。はい、ってことでですね、皆さん、はっきょいんのこのこどうも、からつかきです。ね、今日はですね、インタビューの方が家に来てまして、で、インタビューされたら、なんか、お前弱いだろみたいな感じで言われたんで、ちょっとピキっちゃって、今からリッターでやっていきます。で、デスしたら即終了みたいですね、今日。おー、電話。おばあちゃん、ちょっと待ってて、おばあちゃん、ちょっと待ってて。はい、何米もね、この前買ったから大丈夫。うん。で、ちょっと今、忙しいから、切るよ。バイバイ、ひかね。オッケー、間に合った。あぶねー。さて、リッター使っていきましょう。いや、うちのおばあちゃんすごくてね、俺小さい頃鼻が上向いてたんですけども、おばあちゃんがずっと鼻下向けってさすってくれてたの、下に。そしたらね、鼻がね、今ね、普通なの。おばあちゃんね、ほんとになんかそういう手を持ってるね、ゴッドハンドなんで、俺もちょっと孫の手、今度するわ。ってことで、いや、やばい、全然抜けない。やばい。まあね、あえてね、最後の方を抜くことによってちょっとヒーローっぽさを出していくと。そしてデスできないんでそこだか、あーやばい全然違うね。インタビュアーさん、ちょっと待って、これはね一回安全なところに逃げましょうで落ち着いて、あ、時を超えて君を愛せるか、本当に君を守れるか、おばあちゃんマジでありがとう、今の花が好きすぎて嬉しい、忘れない。